えー、自動養護施設出資者です。前澤さんはフォロワーのためにお金配りをしているのですか真実を教えてください、えっとあのまあ。もしそのフォロワーのためじゃなかったとしたらあの、お金を配る条件にフォローをすることって入れなくていいと思うんですよね。 まあ僕、その、児童養護施設にパソコン配りますっていうので、今ちょっと、見積もりを取り寄せてたりして、何社か、あの、見積もりを送ってもらったんですけど、あの、ウェブカメラをつけてくださいっていうのを忘れてしまったので、あの、再度見積もりをお願いしてる状態で、要はその、まあ、あの、ゲームができる PC でこんな感じのスペックでお願いしますって言ったんですけど、そういや、あの、が、その、オンライン授業とかリモートの授業あるから、ウェブカメラないとダメじゃんと思って、今ちょっとウェブカメラ付きで、あの、見積もりお願いしますってやり返し、やってるんですけど、で、あと、最近、あの、 前澤さんがなんかあのお金配りをするためにアプリをインストールしてくださいみたいなのやろうとしてるんですよね。であれってもう検証なんですよね要はあのえっ、ー、とちょっと前にあのドワンゴがあの昔ゲームのアプリを出したんですけどこのゲームのアプリをインストールした人のなんか何名様にアマゾンギフトをあげますみたいなのがあって要するにその何かを。 あの行動ししててくくだだささいインストールをしてくださいで、そのインストールした人のうちの何人かには、その金銭的な何かが当たりますって、それ単なる検証で、あの検証って、その経営商法っていう法律があって、その何か得するかもしれませんよって言って、人のその行動させたりってする場合は、何人にそのどれぐらいが当たりますっていうのをちゃんと書かなきゃいけないとか、で、その検証通り進んでるかどうかって、きちんとその調べなきゃ いいけないって一応ルールがあるんですよねあのそう景品表示法。で前あの出版社かなんかであのそのパズルを解いて応募してくれたらこの商品当たりますって言ってたのが実際送ってなかったっていう事件があるんですよ。 で、それはあの内部告発でそのスタッフがこれ送ってないですよっていうので揉めたんですけど、ああいう感じになるので、実はもうやってることがそれ、もう、あの、景品表示法による検証っていうビジネスをやってるって話なので、それ寄付でも何でもねえじゃんって思うんですけど、まあまあまあ、<laughs> 寄付だと思いたいなら言い続ければいいんじゃないですか。<laughs> えー、ミュージカル俳優志望の21歳です。いくつか爆発も踏んで多くはありませんが、お給気もいただいてます。本体なのですが、私は劇団四季のようなものではなく、今入るの2.5次元ミュージカルがやりたいです。えー、ですが2.5のミュージカルは断然俳優の自由が圧倒的に高いです。事務所のマネージャーのような立場には伝えましたが、冗談だと思われているようです。性転換をして一から目指して将来あるでしょうか えっとまあ、別にあのそのえっとそのティルナ・ノーグじゃねえあの光栄が出してるそのあの女性恋愛系ゲームとかがあるのでなので別にあの女性系の2.5事件のミュージカル自体も成立する余地はあると思うんですよねなのでその劇団がやってくれるかどうかなので性転換ではなくあの寝るケプランニングさんとかにその女性がたその女性の 2.5次元の演劇っていうのをやれば、そう、アンジェリー君。男性が見に来るんですよ、みたいね。ちゃんと企画書を作るのと、あと、その、今コスプレとかして2.5次元のファンをめちゃくちゃ増やしてください。例えば、そのコスプレイヤーで、あの、そのフォロワーが10万人いるみたいな人が、じゃあ5人ぐらいで、これやりたいですって企画書を出したら、じゃあやりましょうっていう劇団あると思うんですよね。要は、その、お金が儲かれやるんですよ。 でもお金が儲かるかどうかわからないから怖いからやらないなんですけど、じゃあフォロワー10万人いる人が5人いて演劇やりますって言ったら、それ儲かるじゃんって計算が立つので、なので儲かりそうっていうのをするために、今からそのコスプレをして、あの、オシャレ写真を撮りまくって、ファンを増やすっていうのをやってみてください。 35歳社内推 e 脱サラの相談です。商社で社内システムの活動して、ますプログラミングのスキルは低いのですが、会社全体の給与水準が高めで、おかげで年収は1000万はもらえています。また学生の頃、趣味で作った口コミサイトが今でもついており、そちらで毎月40倍ほどの広告収入があります。え加えて趣味の株と作品物でも徐々に相場感を得て、毎月2 100万程度の利益が出ています。すごいですね。え昨年に金融資産を1億円超えましたが、まだ脱サラして株とネットサービスだけで食っていく勇気が私にはありませんえ。会社員を辞めると精神的にも不安なり、判断力が落ちていく気がするためです。 社会とのの持ってた方がいいですよあの結局その社会との接点がないとその正しいまあ、正しいとは何ぞやっていうのがあるんですけどその一般的な判断っていうのができなくなるのとじゃあ結婚して家庭を持って子供を作りますっていう時にそこのそのママ友だったりとかそのじゃあ子供の同級生とかとのやり取りっていうところでも判断誤る可能性があるので。 その社会の接点はなるべく残しといた方がいいですよ。なので、あの、嫌な会社だったらさっさと辞めて他の会社に転職して楽な仕事をするは全然いいと思うんですけど、ただ今のお金の稼ぎ方で、そのお金、その時間がそんなに取られるタイプの副業ではないので、なのでまあそんなに負担にならない仕事っていうのをちょこちょこやって楽に暮らすといいんじゃないかなと思います。なのでもし余力があるんだったら公務員とかになるともっと楽かもしれないですね。 えー、彼氏に口喧嘩でいつも勝てませんどう話を展開してものらりくらりと話を切り替えられてのんぱされています結局私が折れて謝っておしまいな日々ですこれってパーソナー同士正解なのでしょうかまあ僕も口喧嘩で勝とうと思わないのであの別に口喧嘩で勝たなくてもうまくいってるんだったらいいんじゃないですかであのもし自分がその我慢し続けてストレスが溜まってるのであれば我慢しないっていうのをやってみてください。 なので、あの、言ってることは分かりました。あなたが正しいです。でも嫌です。って言って、私が嫌だという感情は変えられません。っていうので、感情論に持ち込んでください。なので、あの、なんか、このプレゼントを買ってくれなかったら絶対納得しません。なぜなら嫌だから。っていう。要は、あの、合理的な考えっていうのって論理的に説得できるんですけど、なぜなら嫌だからは、もう合理的に説得できないんですよ。っていうので、あの、もう、別れる。それが嫌だったらプレゼント買って。 っていいいいううのででで感情で戦ってみるといいんじゃないでしょうか、えー、長崎在住小持ちの共働き主婦39歳ですホテル観光業から医療事務への転職について相談したいですコロナにより仕事が激減し空いた時間に医療事務の資格を取りました働かなくてもホテルからは特急手当が3万から6万ほど出てます今コロナか月に手当3万の給料を出してくれるホテルを辞めるか医療事務に行か悩んでいますこの中で医療事務や転職することについてどう思いますかもしくは時間のある今のうちに通学コースで僕にも挑戦しようかと考えています と、ほぼ働かなくてお金がもらえるのであれば、あの子供の教育に時間使っちゃった方がいいと思うんですよね。 共働きなので、あの、旦那さんの生活、その稼いでるお金で多分生活はできているので、その医療事務の,あの勉強をするっていう余裕があるんだと思うんですけど、むしろあの、子供の教育をちゃんと見てあげて、子供がいい学校に行って、で、それなりのいい大学を卒業して、そのいい学歴を持っていい就職をするっていう方が、あの、人生、その子供の人生の将来収入を考えると全然得だと思うんですよね。 ではその医療事務に行きました、月20万円稼ぎましたっていうのと、割といい大学行って年収1000万円の子供になりましたっていうのと、なんかあの年収400万円っていうのをずっと続けますっていうのであれば、まあちゃんとその幸せな子供に育てた方がいいと思うので、で、しかもなんか、あの、働かなくてもなんか3万から6万もらえるっていうのは割といいホテルなので、あの、そういうホテルの方が人生長いので、あの、 医療事務でバタバタするよりもいい会社とのコネクションを持ちつ,つ子どもに時間費やした方がいいんじゃないかなと思います。 え、いつも作業を進めているひよきさん、こんにちは。元交際者を訴えたいと思っています。体型をバカにされ、ダイエットを許容された。証拠は LINE などにある、精神的苦痛からうつになったことにして金を取りたい。実際うつではないが、不眠で交際中に精神活印劇あり、不眠が強くて仕事を辞めた。すでに別れてから一年ほど経過してますが、現在も不眠やうつ病態で続いていることにして訴えられますか逆に訴えたことで自分に不利益ありますかうんと、 あのダイエットを強要されたというだけで訴えても、ちょっと勝つのは難しいと思います。その、ダイエットを強要するということって、まあ、一般的にはそれくらいあるよね。付き合っていて、痩せてほしいと彼氏が言うというのは、ある程度強要範囲だよねというのを裁判所が認めてしまうと、あまあ、そうですよねっていうふうになってしまうのと、あと、その、彼氏から1年あの、別れて1年経っていて、いまだに不眠や鬱症状が続いているというのと、 もともと精神科通院歴がありっていうのがあるのでその要は通院歴っていうのって出そうと思えば出せてしまうのでもともと通院してましたよねとか別れてもその症状続いてるってことは問題は彼氏じゃないんですかってなると多分あの単純に弁護士さん代損するだけで終わってしまう可能性があります。 えー、高橋洋一さんがさざ波発言で炎上しましたがこの一件についてどう思われますかまた高橋洋一個人に対してどう,いうイメージがありますかあと秀樹さんも長めの髪型はしないのですかまあ、ほっとくと髪の毛伸びると思うんですけどうん高橋洋一さんってそのなんか頭がいいということになってると思うんですけど僕いまいち頭がいいと思えないんですよね少なくともその。 ネット上でそのさざ波発言をするとトラブルになるって理解できないのって頭良くないと思うんですよ。であと彼時計盗んだことあるじゃないですか。なのでそのやっちゃいけないことが理解できないのって僕それ頭が良くないと思うんですよね。なのでそのえっ、ー、とまあ僕は知らないですよ。なんかそのすごい頭のいい実績があるんだとしたとしてもその 特殊な能力があるだだけでで頭の悪い人だと思うんですよね、えっと、例えばその「キューブ」っていう映画があってそのある種の病気の人だけど素数の計算めちゃくちゃあその因数分解めちゃくちゃ早いっていう人が出てくるんですよ。でそれあ,のある種計算は早いかもしれないけど人としての生活においては頭良くないよねって話だと思うんですよね。 で、まあ、たまたま何らかの理由で窃盗しましたとか、一個であればいいんですけど、なんかネット上でこういう発言をしたらよろしくない結果があるよねっていうのの、計算が立たないって、やっぱりその、まあ、社会的状況で物事を判断するのに向いてない人だと思うんですけど、それがわからないということはやっぱりそんなに頭良くないんじゃないかなというふうに僕は思ってくださいます。その、彼の実績僕知らないので。なんかあの、 iPS 細胞をなんか見つけましたとか、すげえ実績があるんだったら、もう高橋おじさんすげえってなると思うんですけど、あの人がやったこと僕知らないんですよ。結果としてそのなんか犯罪とあの問題発言しか知らないので、え、それ頭良くないんじゃねって思っちゃうんですけど。